来週月曜日、JRP 巨人大学スペースシャトル局からお送りしております日本を取り巻く世界情勢、今回はやはりこの日本を取り巻く中で近隣諸国の関係、北朝鮮、そして今の中国、台湾問題、この日本が今非常事態直前の立場に立たされている、まあ、立っている。この非常事態というのは軍事的対立というのが現実化した場合に、これは戦争ということになるわけですけど、相手の国は戦う準備ができておるわけですが、日本は戦う準備が全くされてない。法律においても、スパイ防止法をはじめ、戦時国際法、戦時防空法、そして、このあらゆる問題でこの国際戦時法の学校で授業やってないわけです。東大でも京大でもどこでも戦時国際法という学者がおらんわけです。それじゃあ国際法の学者、これ一般の兵士の問題を国際法でやるわけです。兵士の問題、戦時の問題については一人も専門家がおらないという状態、もちろん憲法裁判所もないわけです。もうあらゆる面で準備してない国、これは負けるの決まっとるじゃないですか。そこで日米安保と言って、ね、日米安保という相手はアメリカ合衆国です。アメリカ合衆国の意思でどのように日本を見てるのか、同時にアメリカ合衆国の大統領が全ての権限を持っているかどうかといえば、アメリカ合衆国の大統領はまあチーママというか雇われマダムみたいなもの、その雇ってる人が日本をどう思ってるかということが大事だと私は思うんです。だからそういう意味で絶対に戦火の中に巻き込まれるようなことは出て許されない立場なんです。だから今のウクライナを参考にすれば、翌日からウクライナ国民は外国に逃げたわけですよ。ポーランドやルーマニアや、ね、これどんどんヨーロッパも各地へ全部散らばって木の実、木のままボストンバッグに、ね、旅行で行く分だけの何をつも準備をして全部家を離れて逃げた。だからゼレンスキーはそういう計算はしてなかったんでしょう。これは本当にまあいきなり来ていきなり逃げなきゃいけないっていうのはね、大変なことですよ。そういうことを今日本で起こるかもしれない。だから起こる相手は近隣諸国です。だから近隣諸国に対するあらゆる配慮というものが真剣に取り組まれておるのか。これはやはり今やってる政治がそういうこと、その危機感を持ってるかどうかが私は一番重要なことで、全く持ってない危機感を。危機感を持っているのは一般庶民で、ね、日給労働者で、明日の食
食事が取れるのかどうか経済的に苦しいと、こういう訴えてる人の危機感はいっぱいあるんだけど、自分の命が戦争によって奪われるかどうかの危機感は国民も政治家も持ってないわけです。だからこの近隣諸国との摩擦をできるだけ避ける、丸腰の日本である以上は戦うことを避けなければいけない、そういう意味で今日も今の中国の問題、決して日本をよくは思ってくれてないだろう、習近平が年内に日本に国交50周年の間に来るかどうかもおそらく難しい問題だと思います、台湾問題も含めて、この中国問題について菅野光弘先生に話をしていただこうと思っております。お願いします。菅沼でございます。よろしくお願いいたします。今愛国心あふれるその弁説を張東院さんから伺いましたけれども、この、台湾問題その他もありますけれども、今こういうものを受けまして、アメリカがウクライナ問題あるいは台湾問題に対する態度、このところ若干変えつつあるわけであります。この問題が今後アジアあるいは日本にどのような影響を与えているかということを焦点に申し上げたいと思います。で、どういうことかと言いますと、これは一つの契機になりましたのは、やはりプーチン大統領が核兵器を使う用意があると、この発言、要するに核戦争が起こる可能性があるというこの要するに発言はやはり世界の情勢を変えました。特にアメリカの態度を大きく変化させた。それはどういうことかと言いますと、例えばこの先月ですけれども5月の31日付のニューヨークタイムズにバイデン大統領が寄稿文を出したわけで、その中でアメリカはプーチンを追放、プーチンの追放を模索するようなことはしないと、この戦争の最終的に外交的解決以外の道はないと、ということを言ったわけです。要するにプーチンをこの世から今までそのずっとバイデンはかなり勇ましいことを言っておりましたけれども、ここへ行きましてプーチン大統領、バイデン大統領は要するにプーチンの追放を模索するようなことはアメリカはやらないと。そしてまたアメリカはこのウクライナ戦争の最終的な解決というのは外交的以外の道はないと、こういうことを言ったわけです。で、これは実は大きな変化であります。で、その結果、例えばその今ウクライナが非常に要求しております長射程距離のこの榴弾砲か何かを提供しようと言ったんだけども、アメリカはロシアの領土に飛んでいくようなもの、したがって今いろんな形でロシアにウクライナに対して軍事支援やっておりますけれども、要するにゼレンスキーが求めるものは必ずしも全て提供しているわけではないが、
要するにね、彼らは最終的には外交的にこの戦争を終結させよう、こういう方向が今出てきたわけであります。したがいまして、あの穀物の輸出の問題につきましても、これからどのような解決策が出てくるのかよく分かりませんけれども、国会、この前最近国会にアメリカ、ロシアの潜水艦が配備されたとか、なんか、まあ、いろんなあれ出てますけれども、出てますけれども、このアメリカはロシアとの話し合いの中でこの問題についても解決していこうというような。それからもう一つ、先ほど張東委員さんからも出ましたけれども、台湾問題でプーチンは、あ、プーチン、トランプは、トランプは、あのバイデンは今まで、これはこれはという、ね、あの失言かと言われますけれども、台湾に対してアメリカの軍事力を出すのかと、当然でしょうなんてことを言っちゃったわけです。すぐアメリカの、要するにブリンケンとか何かのようにこれを否定する、台湾に対するアメリカの、アメリカの要するに姿勢は変化はないと、これは今までもずっと言ってきた。しかし今までなぜか、なぜかこのバイデン大統領はそういう形で台湾に対して軍事的な支援を、軍事的な支援といいますか、一旦緩急があるときには米軍が出るよと、まあいうようなことを、これもこの後このところ、そして今度のシャングリラ、あそこの会談、日本からも岸さんとかいろんな人が言ってましたけれども、総理も言われたわけですけれども、ここでアメリカは、アメリカはまあいろんなことがありましたけれども、アメリカの国防長官がフェイス・トゥ・フェイスで中国の国防相と面会した。ただこの時ちょっと注意しなくちゃいけないんですけれども、我々は国防省といえば、例えばアメリカの国防省もそうです、岸さんもそうですけれども、要するにそれぞれの権力を持った人というようなことなんですけれども、中国の場合は、中国の国防省っていうのは、まあ数えればどれだけの人間がいるかっていうと 4,50 人しかいないんです。中国の国防省は何やってるのかって言いますと、対外的な、対外的な要するに関係のことだけやってまして、中国の軍に対してこの国防省は全く権限がない、まあこういう立場の人ですから、これは悪びいて聞かなきゃいけない。しかしこの会談で、この会談したがって、あのアメリカの国防省とフェイス・フェイスで話しましたと、写真も出てました、岸さんも喋りました。しかしアメリカは、日本もこの国防省がどれだけの権限を持っているか十分ありしましたんですから、そんなに込み入った話、あるいはまた権限のあるその回答をしたわけではないと、従いまして悪いしてあがらなきゃいけないんですけれども、要するに今度のシャングリラ会談でもそうでありますけれども、アメリカの中国に対する対応、なるほど、台湾海峡の平和と安定度、あるいは南シナ海も当然ですけれども、現状を力で持って変更するというようなことに対しては反対する、言葉の上ではいろいろありましたけれども、実際に台湾問題に対してアメリカが軍事力を行使するのかしないのか、あるいはまた逆に中国も台湾に対してどういうことをやるのか、このところ、この今までとはちょっと違いまして、台湾に対する中国、アメリカ、特にアメリカの態度が変わって、それは先ほども申し上げましたけれども、プーチンが、
プーチンが要するに核兵器の使用を示唆した。これは立ちどころに全世界の核保有国にも影響。そしてまたそういうことだから核武装をしたいと思われる国がたくさん出てきて、核の拡散ということが現実の問題として大変な状況。したがって前回だか申し上げましたけれども、北朝鮮のこの核非核化ということについてもアメリカは今真剣にこれに対応するというようになっておりましたし、それから先ほどからウクライナ問題、それに関連してプーチンの極東アジアに対する問題という問題について、そのいろいろ非常に教える。そしてプーチンに対してこの日本は非常に強硬な姿勢を、日露関係が例えば漁業協定の問題、領土の問題、そういう問題について、まあ本当にしちゃがめちゃがなりさ、こういう状況を作り出した。これは要するにプーチンのせいだ、ロシアのせいだということで、我々はロシアを非常に糾弾すると、率先してロシアに対する経済制裁をやると、まあ、いうような方向を言ってますけれども、しかし今言いましたように基本的にアメリカのロシアに対する態度が変わってきた。そして今ロシアはアメリカよりはこれを利用して、今極東に対して、極東日本に対して強硬な姿勢を示した。今日露関係は非常に厳しい状況になった。これは一旦日本の責任もあるし、もちろんあるし、しかし先ほど言いました、これはそこ日露関係が非常に悪くなるということは、実はこれはアメリカの意図するところでもあるわけ。アメリカは日本とロシアが手を結ぶこと非常に警戒しとなることは、極東でもそうである。今台湾問題をめぐって日本はアメリカにそそのかされているのかどうか分かりませんけれども、とにかく軍事力を、予算を強化し、そして台湾に対する、台湾海峡に対する防衛力を強めると、尖閣に対して運動するということで、今ウクライナ問題とも関連して要するに非常に軍事力の強化を、そしてこの前のシャングリラ会談でもそうでありますけれども、岸防衛大臣あるいは総理そのものもそうですけれども、要するに直接的ではありませんけれども間接的に本当に中国を攻撃した。これはもちろん我が国にとりまして尖閣の問題もあり、台湾の問題もあり、南シナ海の問題もある、当然のことでありますけれども、しかしこの時点でいいのかと、先ほど申しましたように、今アメリカは再び中国との話し合いの方向にを強めつつあります。これはひとえに中国とギリギリのところまで行くと核戦争になると、これは何とか避けたいと、中国も核大国になりつつありますから、今の現状では中国の核はロシアほど大きくはない、しかし相当の核兵器を持って
今までアメリカは中国の核兵器は一瞬にして要するに崩壊させることができる我々の核という状況であったんですけれども、中国がそういう場合にこの短距離あるいは中距離の核ミサイルを使っていろんなところをアジアのいろんなところを攻撃し始める、アメリカはこれ守れるのかというようなことで、この何回も言いますけれども、プーチンの核武装か核兵器の使用を示唆したと、これはアジアの政治にも非常に大きなその影響を与えた。ということは逆に言いますと、米中関係はちょうど米ロ関係と同じようにこれから経済だけではなくて軍事面においても話し合いの方向が出てくるだろう。その中で一人日本が尖閣の問題あるいは台湾の問題を含めまして中国に対する非常に敵対的な言動が今広がっており、中国をどうするか、時はたかも今浄土院先生からも発言がありましたよ、日中国交正常化50周年これを機会に再び日中友好のを盛り上げようじゃないかというのが関係者の意気でありますけれども、今の自由民主党あるいはその他に戻りますと、要するに日中国交正を祝うところじゃない、もう中国に行くかということだけでも言うことだけでももう引っ張られる。例えばこの前この前申し上げたか忘れましたけれども、こういうという中日大使、中国の駐日大使の講演を聞きました。その中でいろんなことを言ってましたけれども、その中で我々は例えば王毅首相の要するに要請というか、何回要するに林外務大臣の訪中を要請したか、みんななしのつぶてだ。本来岸田総理にだって林さんだってそうなんですけれども、これは自民党の中ではどちらかというと中国に近い立場にある人たち、この人たちも今中国に一切行かない、せっかくこの機会をますます今日中関係は悪くなる、しかし先ほど言いましたように情勢は変わってきました。アメリカの姿勢、中国に対する姿勢は変わる、アメリカと中国がまた再び仲良くなって中国と日本だけが喧嘩状況、先ほどロシアのことについて申し上げました、これもまたアメリカが要するに望むところな、日本と中国が手を結ぶと、これは最もアメリカが嫌うところ。で、我々は今までこういうウクライナ問題を含めて世界のアジア情勢の中で、アジアというか国際情勢の中で。日米同盟、なんとか大事にしなくちゃいけないっていうんで、
日米同盟の国の中で日本のいろんな防衛力を増強する、日米の軍事演習を強化するというようなことをずっとやってきました。しかし先ほど申しましたようにプーチンの核兵器を利用するという発言、これは何回も言うようですけれども、こういった世界の国際関係を大きく変えつつ今あります。アメリカのバイデン政権は話し合い路線に引かざるを得ない状況になっております。アメリカは広島長崎に核兵器を落とし、いまだにアメリカは核兵器に対するまあおそらく一種の倫理的なこの抵抗感を持っている。今再びアメリカが世界最初に広島長崎でこれだけの悲惨な状況をもたらした核兵器、これをアメリカはまた使うのかと、これは大変なアメリカ国民にとっても重要。アメリカはおそらく核兵器は使えない、こういう状況の中で、こういう状況の中でプーチンの発言が、しかしこの発言が、この発言がいろんな国々の要するに行動を動かし始めた。北朝鮮は核兵器を使うかもしれない、南の中国も台湾に対して核兵器を使うかもしれない、これに対してアメリカはどうする、なかなか大きなジレンマです今アメリカは。こういう中で今バイデンが選択を始めたのはプーチンともウクライナも話し合いをしましょうと、外交的な解決でウクライナ戦争を終わらせましょう、中国とも台湾問題に対して平和的に話し合いでこれから行きましょう。当分の間、中国も中国で今あれです、この秋には党大会を控えておりまして、今中国の内情もまあ大変な状況のようですから、これはいろいろ難しいことがあるもん、そう簡単に対応、しかし中国共産党の間にというのは中国の統一、つまり台湾の解放というのが党の基本的な目標の一つ。したがって軽々にこれを下ろすわけにはいきませんけれども、中国にとってだってじゃあ台湾に対して台湾解放のために核兵器を利用するのかと、今台湾もものすごく軍事力を強化している。そう簡単に中国に負けるような状況ではないし、逆に今長距離の中国の内陸部まで届くようなミサイルの開発もやっております。したがってこういう台湾をどうやって解放するか、台北はいかがなものかということでありますけれども、例えば台南に核ミサイルを撃ち込むということになりますと、もう台湾は終わりでしょう。中国、しかしこんな状況を作り出すのか作り出せるのか、これまた非常に大きな中国の問題です。台湾問題も本当にだんだん変わってまいりました。で、我々はそういう状況をよく踏まえながら、この際日中関係をどうすればいいのか、
単にアメリカの表面的な発言に迎合して、そして、非常に強い態度で、これはどういうことを意味するのかともっと考えないといけない。我々はあまりにも単純だと、まあここを深く反省する今必要があるんじゃないかと思います。以上でございます。ありがとうございます。プーチン大統領が核を使うという決心をしたというのは私は事実だと思います。それはバイデンが考えた作戦、まあもちろんバイデンだと含めて考えた中に、ウクライナで戦争を作るという、作るためにプーチンをその気にさせて軍を動かす、ウクライナに侵攻すると、そこまで煽り立てて挑発して、そこに入ったらプーチンの失脚と場合によっては暗殺を企む、いわゆる動きをもう既に同時計画をしてたということが、初めてプーチンはウクライナに入った後は分かったわけ。この戦争の目的は俺を失脚さすクーデターで、そして殺すと、暗殺すると、それを FSB の5局を捕まえて全部もう刑務所を送る前に喋らせたわけ。だからそれに関係している人たちが今殺されているわけ。もちろんその中には多くのオリガルヒの実力者も政権中枢に入り込んでいるわけですから、まあ、これは普段からのいろんな利権の問題で入り込んでいる、飲み食いも一緒にやっている、いずれプーチンを終わらそうと、そこへ CIA も加わって、それが実行する具体的計画ができてたから、プーチンは慌てふためいて、しかしこれはまあエリツィンとかゴルバチョフじゃその反撃ができなかったけど、プーチンは慣れてるからよしというのですぐ反撃にして、軍の裏切り者もオリガルヒも FSB もその他関係者を全部始末しているわけ。始末ついた状態だと思います。電光石火の反撃で、プーチンは生き残ったわけです。そこまで自分の命を狙うならば、核を使うぞという決意で、そういうウクライナへ入った、そしてフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟ということを表明した。その段階で最後の勝負は核だと、これ考えたのは私は事実だと思うんです。そこでバイデンはもうプーチンは気づいたなと、命を暗殺によって取ることまでプーチンは気づいたなという中で、ロシアをこれ以上刺激する、プーチンを刺激することを作戦としてはもう中止者、中止、そして融和関係を図ろうという中で、今のお前さんの命は狙わないよということは、あんなこと普通言わないと思うんです。命の保証するって、まだ戦争で負けたわけじゃないんだから、それから攻撃力を本気ではもう取らないと、いわゆる、まあ、軍をどんどん入れて、そして、武器を与えるということにもですね、ブレーキが踏み始めた。そこで今の人事に合わせてこの戦争の終結を図ろうという、今度は収め方を考えている。
だからそのバイデンと NATO とはウクライナ攻めを考えた当事者たちは人事で今動き出すわけです。だからその人事で NATO の事務総長のストロテンベルグ、ノルウェーの人だけども、この人は9月までが任期だと思う。だから9月になればノルウェーの国立銀行の総裁になるわけですから、そして国連の事務総長の人事も同じ時期に、今のぐらいですから、ハンガリーの国連大使をやってるハンガリーのコロチという人に変わるわけです。そこでそれらの人事を含む最高顧問やってるのがヘンリー・キッシンジャーだろうから、ヘンリー・キッシンジャーの意見がダボス会議で出たのもやはり2ヶ月という、2ヶ月という数字を限定しているのもその人事と整合するわけですね。事務総長の NATO 事務総長の人事と国連総長の人事、これはやっぱり重要な立場の人ですから、国連事務総長も NATO 事務総長も。そしてそれが入れ替わった後、入れ替わる時期に終わらせちゃうと、このウクライナ紛争は。これが私はね、やっぱりキッシンジャーの言った数字、2ヶ月という、そして領土の割譲という言葉、これがまあ大体その収める時の形ではないか。だから、まず NATO 諸国も含めてアメリカも、武器のあれは本気で取り掛かってはないというのは思います。だから、まあ、最終的にはドンバス、まあ、オデッサまでは行かずに、その辺で、クリミアとドネツク、ルガンスク、まあ、マリオポリぐらいまでは入れるか分かりませんが、解決するんではないかと、こう思っております。